なさい、ルビー。これで、とどめ。やったか。目標の停止を確認。機能レベル低下。沈黙しました。ファントムフィールド収束開始。よっしゃ、よくやったルビー、ワイス。私たちが力を合わせればこのぐらい当然ですわ。うん、チームルビーの完全勝利。これで元の世界に戻れるのね。さーて、果たしてそううまくいくでしょうかね。狭間、無事だったの？本来封印する予定だったものを破壊してしまったのですから、本当に無事元通りになるのか否か。まあ私としてはそれはそれで楽しめそうではありますけどね。何を言っているの？ではルビーさん、これを。え？これって赤いキーストーン？無事に帰れることを祈っていますよ。それでは。あ！さあ、ルビーさん。ルビーさん、聞こえてますか？ルビーさん。ベッド、私の？天井や部屋も。もしかして元の世界に帰ってこられたの？目が覚めたみたいでよかったです。お体に異常はありませんか？え？うん、大丈夫だけど。誰？どこにいるの？やだな、ルビーさんがしっかり握ってくれているじゃないですか。どういうこと？って、え？え？これ、キーストーン？どうしよう、とりあえずゴミ箱に。あは、捨てないでください。もう悪さしませんから。本当に？本当ですよ。私も深く反省したんですよ。その説はご迷惑をおかけしました。そこまで気にしなくていいけど。あの世界、ファントムフィールドは私が生み出したのです。うん、それは知ってるよ。しかしルビーさんに倒されたことによって力の大部分が吹き飛んでしまいまして、今はこの小さい体をなんとか保っている状態なんですよ。そうだったんだ。じゃあやっぱりこの結晶を壊せば。やめてください。うん、どうしようこれ。もうルビー、騒がしいですわよ。よかった、目が覚めたんだねルビー。ワイス、お姉ちゃん、二人とも帰ってこられてたんだね。ブレイクは？ここにいるわよ。よかった、みんな無事だったんだね。一番のお寝坊さんはルビーですわ。だね、でも元気そうでよかった。ええ、まったく。それはそうだけどね、ルビー、あなたが手に持ってるその石。ああ、これは。皆さん、元の世界に帰れたようでよかったです。え、この声、あんた、あっちの世界の。連れてきてしまったんですの。
破壊しましょう。みんな大丈夫だよ。もうこの結晶分しか力がないんだって。だからもうあんなことできないと思う。だよね。はい、ルビーさんのおっしゃる通りで、私も皆さんに謝りたかったんですよ。あの世界では大変お騒がせいたしました。なんかキャラ変わってない？力を失った際の影響で人格までも変わってしまったということですの？というよりおとなしくなったって感じ。じゃあ今は安全ってこと？そうとも限りませんわよ。しっけえな。もう何もしませんし、する力もないですよ。本当かしら？ルビー、それどうするの？私のお願いを聞いてもらえないでしょうか。お願い？何？言うだけならただだよ。聞くかどうかはわかんないけど。私は皆さんの世界をもっと見てみたいです。私たちの世界を？はい。どんな文化があるのか、歴史があるのか、衣食住や文明、それにあなたたちの仲間や友達、この世界には一体他にどんな人間が住んでいるのか。うわ、考えるだけでワクワクしてきます。なんだかあまり悪い気はしませんわね。だよね。私もそう思う。そうだね。なんかちょっと可愛いかも。そう？ねえ、この子、私たちで保護しちゃうのはどうかな？またそんなことを。まあ、でも確かに、監視しておけば悪いことはできないわね。ペットみたいなもんだ。私はそれでも構いませんよ。ワンワン。残念、犬はもううちにいるんだよね。そうなんですか？それじゃあ、にゃー。猫を侮辱してるの？え、そんなつもりは。賑やかになるね。いろいろあったけど、あの世界でもっと強くなれたような気がする。みんなの絆も深まった気がしますわ。チームルビーレベルアップ。大変だったけど、みんな無事に帰ってこられた。ええ、あなたのおかげですわよ、ルビー。当然だよ。だって私はリーダーだからでしょ。先に言わないでよ。よろしくお願いします、リーダー。よろしく。困難を超えて仲間が増えるなんて、まるで小説みたい。あなたの大好きなね、ルビー、ヒーローじゃん。いや、ハンターか。私にとってはどっちも同じようなものだよ。よし、これからも困っている人のために頑張ろう。おう。